海賊が夢見る時代が終わるって。え、おい、つはははは、人の夢は終わらねえ。はい、よろしくお願いします。今日はスタートダッシュも成功しました。アキナでございます。今日は2万5000、2万6000を、突破しましたので、感謝の被弾したら即終了のマリオカートをやらせていただきたいと思います。この企画ができているのはですね、ひとえに皆様が、コメントやいいね、そして登録、という形で、やっぱりあの日本の見えないステージ、を、見せれたんじゃないかなというところで、本当に感謝したいと思います。本当サポーターの人々、一人一人があのテレビの前、画面を通じて、我々に勇気を送ってくれていた結果だと思いますけれども、まあ、ベスト8という新しい景色は見せられませんでしたけれども、あの日本代表の皆さんはあの必死にやってくれたと思います。すいません、長々とやってしまいました。申し訳ございませんね。早く感謝の気持ちを伝えろって話なんですけど、本当にね、凄まじい速度でここまで来ていまして、この動画をね、今上げてるのがまあ12時なので、休憩時間ですかね。試験でしたり、学校でしたり、仕事でしたりね、普段皆さん忙しいところでね、隙間時間見ていただいて本当にありがとうございます。そういった隙間時間のね、皆さんの何かまあなんて言うんでしょうね、その隙間時間をこう楽しくって言ったらまあ大げさかもしれないんですけど、まあ何が悪いって言ったらまあ浜田が悪いんですけどね、そういった隙間時間が楽しくできたらなぁなんて思いでやらせていただいております。今日はねすごく調子がいいのでたくさん喋れてるんですけど、危ねえな、おいおいおい、まあ、見聞色の覇気を持ってるのでちょっとねこういうところは避けれるんですけれどもね、トゥース、よろしくお願いします。6位なんでね、しっかりちょっとこの辺ちょっと真剣に立ち回らせていただきました。なぜかというと、もうちゃんとやらないとそろそろいやお前さ、わざとさ被弾してるじゃんとかさ、毎回そんな綺麗に被弾するタイミングがあるなんていうコメントがね1個も来てないのでね、本当に皆さん優しくてありがとうございます。僕たちは